さて、いろんな災難というのはあるんですけれどもね、人災、天災ということからすると、これは人災ですよね。マイチンカールさんからも、エリチジミさんからもいただいておりました。そして、こちら、動物祈祷天ぷらさんからも、シャータイ、赤い彗星の、赤い彗星通信さんからもいただいております。北半島子さんからも、大沢さんからもいただきました。さらには、上から読んでも、下から読んでも、787さん、787。あ、ここでもうどんなことかわかりましたね。はい、田中信さんからも、シルバーポンタさんからもいただいておりました。梶谷の吉兵衛さんからもいただいております。はい。いろんなお便りをいただいておりますけれども、エリチチミさん国交省によりますと、高度約、高度約9センチメートルの、これちょっと違うんですよね、単位がね。はい。まあ、とにかく、高松空港というこの上空、こちらでもって、電子機器室で煙を感知して操縦室の計器にこれが表示されてということでね、はい、連日なんか起こってくる、これ昨日もね、ニュースになっておりましたけれども、はいはい、そのあたり、方形牧場の血統さんからもいただいておりますが、まあ、車のバッテリーだって液漏れなんてないのにね、最新鋭の旅客機で液漏れなんてこれ信じられませんね。設計図から見直して全部作り直した方がいいかもわかりませんね。ちゃんとこれ作ってほしいと思いますよ。河原町丸田町信号町さんからもいただいておりますけども、私ね、写真の仕事をしておりますけれどもね、新しいカメラが出てもね、まず買いません。必ず1年以上経ってきちんと欠陥が出尽くした後買います。つまりどんな高級カメラでも絶対に不足の欠陥が出てくるんですね。絶対です。これ先輩のカメラマンにもよく言われました。1年以上経ってと言えば、アラが出尽くした後で買いなさいと、まあ、先輩たちもずっと言っておりました、はい、ボーイング787の場合待つのはこれ難しいでしょうかねと。これ初期不良と言いますかね、必ず、コンピューターの世界でもバグっていうのが出てきます。アルファテスト、ベータテスト、ちゃんと繰り返して、はい、いいだろうと思いながら、やっぱバグが出てくるんです。ただ、まあ、電化製品だったらね、内側に言えるかとか、ちょっとバグが出ても、これ、使い勝手がおかしいやないか、悪いやないかって言って、すいません、直しますって、済むかもしれないですけれども、これ、乗り物、特に飛行機なんかとかね、だから、初期製品でも、その前にテストにテスト重ねてるはずだと思うんですけれどもね、はい、必ずですよ、どんな製品でもそれやります。でもあるんです。だからこれはもう、ないというのがないんです、うん、必ずある。だからカメラの世界でもそういうことらしいですね、まあ、さっきコンピューターの世界も言いましたけども、こういう飛行機とかカメラとか個体としてのハードいうのはね、結構初期不良いなことですけども、はい、いわゆるそのオンラインでつながってるソフトの世界とかオンラインでつながってるハードの世界なんかは、いわゆる無料バージョンアップのお知らせ。それ。あ、無料でバージョンアップしてもらえるやんやけど、あれ結構初期バグを訂正してんのやろうなと、思いますけどね。はい、あ、不具合出てきたやろうなというふうに思います。うん、これでもね、ケンオツボさん言ってましたけれども、日本のメーカーも随分とこの、製造に関わっていて、機体の 35%、はい。そうなんですよ、はい。おっぱい枕さんもね、この飛行機は各国の飛行機産業を自負する会社が部品を受け負っております。最新への機体ではなかったですかと、まあそういう持ち寄っていろんな技術をですね、うん、これは日本もその中に入ってますよ、はい。そして各国もそれが加わってきて、それで作ったということですから、アメリカ製はあかんなという一口では言えんような状況なんですね。はい、港の知恵さんからもいただいておりますけれども、機体の35% が日本製、それもほとんどがこの愛知県内で作られていると、ひぶとくだんだん近くなってきました、はい。はい。この影響は今後あるんでしょうか。その広い飛行機の製作はいろんな部分に広がって、それに従事している方はたくさんいます。全日空、日航と、しばらく原因が分かるまで、787を飛ばさないと発表しております、ということですね。帰ってきたコンさんからもいただいておりますけれども、で、問題のバッテリーは日本製ですし、同じ日本人としては残念に思うんですけどもね、それでも安全が確保されるまでは、この飛行機を使わないでほしいと思います。慶派の物資、陰慶さん。このメインバッテリー製造しているのは GS 湯浅のこの日本メーカーなんですよ、うん。現段階ではバッテリー自体の
不良なのか、それ以外の電気機器や配線の不具合によって起こる、まあ、過負荷による、原因かわかりませんが、バッテリーがきちんとしていても、そこに流れてくるような電流がですね、はい、そこに流れてくるいろんなこのものが、ぐーっと、その前にコンデンサーやらいろんなもんでね、こう制御できればいいんでしょうけども、はい、それ、バッテリーから火吹いたバッテリーがあかんねやないかと、いうことは言えん、そこにたどり着くまでの周りの周辺の機械は、大丈夫だったかいうことにもつながりますから、このバッテリー会社の人もちょっと今多い、どうなっとんねやと、いうことでしょうね。でもやっぱり世の中は敏感に動くもので、鍛冶屋の吉兵衛さん、あの GS 岩佐コーポレーションの株がですね、8時26分のボードを見ておりますと、昨日より31円から32円安い286円というようなことで、ね、投資家が嫌気をさして、こういうような株価、の下落になっているんですよ、ということで、もう一心に今なんかこの、ここが受けてちゃってるようですけれども、単体で機械というのは存在しないですからね、はい、間違った使い方をすれば、そこから火も吹きますし、煙も出るでしょう。まあ、どこに原因があるかということですがね。はい、Y 亀吉さん、ただでさえ僕は飛行機が苦手で、最近やっと普通に乗れるようになったところなのに、これから先どうしましょう、本当にと。ねえ、考えてみれば、ものすごい数の部品からなってますからね。その部品がきちんと組み合わせて、それぞれが正常に作動してこそ、普通に飛行機は飛ぶんです。いろいろどうして飛ぶのかいう理論、何回も教えてもらったり見たり聞いたりしましたけど、はい、未だになんであんな重いものが飛ぶのか分かりませんもんね。これはな、分かりませんもんね。分からんして置いてきますよ、いう話ですよね。はい、はい、というようなことやらね、A69 助さんもこれは、まあ、バッテリー関係かなと、そのあたり、航空専門家の職員3人を高松に派遣して本格的な調査を始めたようでありますということであります。もうこの辺の企業もいっぱい関係してますのでね、はい、命も大事、そしてこの辺りの産業に携わっている方の立場も大事なものの一つですので、その辺りも含めてしっかりと調査していただきたいと思います。